ーイ、今回はオキナインコのカラーについて話したいと思います。あなたがもしこれからオキナインコをお迎えしようとしていて、後でこんなカラーもあったんだと後悔しないためにもご参考になればと思います。カラーといっても遺伝によるカラーの変異についても少し触れますので、ちょっと難しい話になるかもしれませんね。ラストには野生のオキナインコの美しい映像特典がありますので、ぜひ最後までご視聴してね。それでは行ってみましょう。オキナインコのさまざまなカラーを知る前に、まずオリジナルカラーを知る必要があります。オキナインコのオリジナルカラーはご覧の通りグリーンに見えます。一般にはこれをノーマルとして呼ばれてますが、実に分かりやすいですね。ちなみにウロコインコで言いますと、我が家にもいるワキコガネンがオリジナルカラーの子になります。ややこしいな。これをベースにブリーダーさんたちの手によってオキナインコのカラーは変異していきますが、カラーの構造を決定する上で2つの遺伝子が重要な役割を果たします。まず色素遺伝子が羽にイエローを与え、そして構造遺伝子が羽からブルーの光を反射するプリズムのような羽の構造を作り出します。わかりますか？イエローの羽とブルーの光の組み合わせにより、私たちはオキナインコのノーマルはグリーンに見えます。このイエローとブルーの2つのカラーの顔料の比率を変えることでオキナインコのカラーは決定されます。色素遺伝子の顔料が少ないとブルーが顕著に出現し、構造遺伝子の顔料が少ないとイエローが顕著に出現します。例えばパリットブルーのオキナインコは両方の遺伝子が最小限の顔料の状態で出現し、アルビノのオキナインコは両方の遺伝子の顔料が欠落した状態で出現します。それではこれらの顔料がどのように変化するのか話したいと思います。羽の色を得るために子孫は母親と父親からそれぞれ一つずつ遺伝子を受け継ぎますが、遺伝子承継の方法が2つあります。その1、有性遺伝。用語はいずれ兼性遺伝の名称に置き換えられる予定です。有性遺伝によってもたらされるカラーは次の通り。A、グレーグリーン。 B、ダークファクター。オリーブで知られています。この上染色体有性遺伝は2つの因子が存在するのですが、2つ同時に持たなくても発色する遺伝子であることが特徴です。見たことありますか？有性因子が1つだけなら SF シングルファクター、2つなら DF ダブルファクターと表記されます。カラーで言うとシングルよりダブル持ちの方が発色がより顕著ということになります。
しかしほとんどないとは思いますが、 DF を重ねて生まれた子は個体が弱い子になるらしいので、お迎えする時には譲っていただける方からよく話を聞いて納得してからでも遅くはありません。その2、劣性遺伝。用語はいずれ先制遺伝の名称に置き換えられる予定です。こちらはさらに上染色体劣性遺伝と反性劣性遺伝とに分類されます。上染色体劣性遺伝によってもたらされるカラーは次の通り、 A ブルー。今ではブルーがノーマルではないかと思われるほどよく目にするカラーです。B パラブルー、ターコイズやアクアとして知られてます。 C ルチノー。 D ファイド。 E ファロー。ルチノーと同じ遺伝子を持っていますが、赤目が徐々に黒色に落ち着いていきます。この上染色体劣性遺伝ですが、やはり2つの因子があって、こちらは両方持っていないと発色しません。なので上染色体劣性遺伝では遺伝子を1つしか持っていない状態を SP スプリットといって、俗に隠れ因子を持ったインコということになります。鳥専門ショップなどへ行くと、やたらこの SP もしくはスラッシュの文字を目にする方もいらっしゃると思います。この SP を持った子たちを掛け合わせていくと、皆さんが見たことある、あるいはこれから目にすることになるカラーが誕生します。反性劣性遺伝からもたらされるカラーは次の通り、 A ルチノー。先ほどの上染色体遺伝のルチノーよりイエローがわずかに明るくなります。ちなみに上染色体劣性遺伝のオスと反性劣性遺伝のメスから生まれる子の羽色はすべてグリーンです。いやだ。 B パリット。 C オパーリン。我が家のピノとミントの庭はここに分類されます。 D シナモン。反性劣性遺伝ではスプリットはオスのみに SP が存在します。一方メスは一つの因子で発色することができます。ブリーダーさんから言わせれば、カラーチャートがあれば決して難しい話ではないとのことですが、ペット愛好家としても選択肢の幅が増えることはとても喜ばしいことです。最後にインコをカラーで判断してはいけません。
美を追い求めるのは人間の心理ですが、それにも増して内面が重要であることを忘れてはいけません。またね。